大丈夫？もちろんです。私も手伝いたいけど、今は仕事がな。トールがそう言うなら。頑張りましょう。ちょっと待て。何ですか？私はここに来ればお菓子がたらふく食べられると聞いてきたんだぞ。年末の仕事で忙しい時にわざわざ予定を空けて。小林さんに聞いてますよ、エルマ。仕事はまだ役立たずで、繁忙期の今は戦力外通告を受けているということ。バカ者、それは亡くなったという意味だ。ああ、自分の孫娘を締め殺すとは。死ね。そういうことじゃない。では町売りの少女で進めましょうか。大丈夫か？演出のファフニールだ。俺が演出になった以上、ぬるい芝居は許さん。ここでは俺が絶対だ。異論は認めない。ぶっちゃけ演技は無理だろうっていう消去法なんですけどね。妥当だと思う。まずは演劇の顔となる主演を決める。一番、トールです。よろしくお願いします。とっとと始めろ。俺を失望させる。マッチ、マッチはいりませんか？つまらん。そうですか？貴様には見えている。目の前を行き交う薄情な人間の姿。感じろ。そうすれば自然とセリフが出てくる。感じる。過剰で愚かな人間どもよ、我を無視するとはいい度胸だ。失格、次だ。よろしく頼む。マッチ、マッチはいらんか？いらん。お願いします。話だけでもいいんです。全部売れるまで会社に帰れないんです。何をしている？うちの会社に来る営業さんはいつもこんな感じだぞ。世知辛い、次だ。マッチ、マッチ、マッチを変え。これだ。あ、はいはいはい、小林ですが。俺だ。俺なりに脚本を考えてみた。ファフニールさん諦めてなかったんですね。それでどんな内容なんですか？従来のものでは今の時代にそぐわない。そこでまず少女を魔女っ子にしてみると。トール様、この家には煙突ない？煙突ですか？ないですね。サイコワがサンタは煙突からやってくるって言ってた。ああ、あの全身返り血みたいなおじさんですか？うっす。煙突がないとサンタ来れない？よし。ん？何これ、